キャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。この度 JHQ のマルチグリドル、こちらの公式アンバサダーに就任することになりました。はい、これはすごいことですよ。これね、キャンパーに大人気のマルチグリドルの火付け役、あの JHQ さんですね。マルチグリドルの本家本元ですよ。今回はこの JHQ のマルチグリドルアンバサダーとしてお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。はい、というわけで今までこの JHQ さんのマルチグリドル、このチャンネルでも何回かね使わせていただいているマルチグリドルなんですけれども、このね JHQ さんが日本でこのマルチグリドルを発売してからというもの、いろんなところが真似してマルチグリドルを出しました。僕はそんな中 YouTube でもですね、マルチグリドルはもう本家本元の JHQ 使った方がいいですよ、これはもうアンバサダーになる前からずっと言ってました。激安のマルチグリドルがたくさん出る中、本家本元のこれ使った方がいいよってずっと言い続けて、裏切らずに JHQ を押してきました。なんでこれはね本当に思うんですよ。で JHQ さんのマルチグリドルをこう真似していろんなところが出してるんですけども、やっぱり重たかったりとかですね、焦げついたりっていうのを、まあ、やっぱりよく聞くんですよ。なので結局は JHQ のマルチグリドル買った方がいいんですよ。結局はマルチグリドルを買うんだったら、僕は JHQ のマルチグリドル買った方がいいですよね。買った方がいいというのを、まあ、常々言ってたわけなんですけども、これはねもう本当に今年買ったキャンプギアの中で買ってよかったものの中の一つですね。お気に入りのギアです。なので、まあ、アンバサダーになれたことはすごく嬉しかったんですよね。で、まあ、僕は本当にマルチグリドル、 JHQ のマルチグリドルが大好きなので、今後もねこのマルチグリドルの魅力伝えていきたいと思います。ただね、皆さんに安心してもらいたいのが、アンバサダーになったからといって忖度したりはしません。本当にいいと思ってますし、今後もねアンバサダーになる前と変わらず、嘘偽りなく本当に自分が思う評価で今後もお話していこうと思います。それがね一番威力を伝える、一番伝わる方法だと思いますので、そこは今ある通り変わらずやっていこうと思います。なので今後何かが大きく変わるというわけではないんですけど、やっぱりね大好きなギアのアンバサダーになれるっていうのは嬉しいですね。でこれね、お家でも使えるようなアルミの鉄板なんですけど、僕はこれをキャンプで焚き火の上に置いて使ってます。いくつか種類出てる中で、僕が持ってるのがこの通常のマルチグリドルと、あと最近出たですね 25cm のマルチグリドル、少しねちっちゃいバージョンのマルチグリドル、最新型のやつ、この2つを使ってます。でこちらの 25cm の方はもう9月の1日に発売されたばかりで、これはですね今回アンバサダーに就任するということでですね、 JHQ さんから送っていただきました。で実際にねこちら今後もね動画でも使っていくわけなんですけども、僕はね基本電車キャンパーなので、で電車キャンパーでも全然これ薄いので持ってきるんですけど、最新の 25cm のやつ、なんか大きさ的にこれこっちで十分なんじゃないかなって思ってて、ちょっとしばらくはこっち側を使うかもしれないですね。結構ね 2,3 人で行くことが多いので、でたまに大人数で行くこともあるので、そういう時はこちらのね大きい方使っていこうかなと思うんですけど、基本はこのね 25cm の方でちょうどいいんじゃないかなと思ってます。はい、今後のキャンプどうでしょうに期待です。でマルチグリドルのアンバサダーになったからといって、別にマルチグリドルだけを扱うわけではなく、そこはもう今まで通りいろんな道具を紹介していきますので、そこは変わりませんのでご安心ください。元からねマルチグリドルは頻度がね高かったので、アンバサダーになる前から割とよく動画にしてましたので、そこは、はい、今まで通り変わらずだと思います。はい、では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。